豆苗。それは失敗知らずの楽うま食材である。楽うま。それは簡単下ごしらえ、素早く調理、シンプル味付け、ゆえに楽でうまいという意味である。村上農園 YouTuber 部。こんにちは、村上農園です。菅沼さん、なんだか最近ハマっているあるタレがあるらしいですね。いやー、そうなんです。それがこちら、大将さんのナムルのタレです。おー、ナムル、めっちゃ美味しそうですね。このタレさえあれば本格的な味のナムルが誰でも簡単に作れるんです。いやー、なるほど。これはまさに楽うまなレシピになりそうですね。そうなんです。今日は豆苗と名水美人さんのもやしを使って、豆苗ともやしのおつまみナムルを作っていきたいと思います。村上農園。今回の食材はこちら、豆苗1袋、もやし1袋、ナムルのタレ大さじ 2.5。 概要欄にも記載しておきますのでチェックしてみてください。豆苗はサッと洗って水気を切り、ハサミで2等分にカットします。もやしもサッと洗って水気を切っておきます。耐熱容器に豆苗ともやしを入れラップをします。600ワットの電子レンジで4分ほど加熱します。加熱が終わったら軽く水気を切ります。最後にタレを入れて和えるだけ。豆苗ともやしのおつまみナムルの完成です。村上農園、完成しました。それではいただきます。やっぱりこのコチュジャンのピリ辛味がいいんですよね。うわー、めっちゃ美味しそうですね。あ、パッケージを見ると他にも魚醤、カツオ、ごま油、ニンニクなどたくさんの旨味が詰まってるみたいですよ。そんなにたくさん。それでこのやみつきの味になるんですね。正直ビールが欲しくなります。あー、そうですよね。おー、シャキシャキしたいい音がこっちまで聞こえてきますね。豆苗ともやしのシャキシャキさが生きていて、とっても美味しいです。電子レンジで加熱するだけで作れて、まさに楽うまです。今回の楽うまレシピいかがでしたか？皆さんもぜひ作ってみてくださいね。この動画の高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。村上農園の菅沼でした。バイバーイ。村上農園 YouTuber 部。